足全部伸ばしていこう。首も全部伸ばしていこう。気圧計は、で一番下の台からちょっとこれ上がってるので、これ段は下がっておいてください。はい、これに段入れるの。そうですね、うん、そうです、下から。これ何？お、なんか取れた。相当分解した。これどうだったの？これは外したから大丈夫じゃない？なんかだいぶ雰囲気違うな。え？他の台本。下下。出てきた。ああ、いいですね。いいですね。はい、そういう感じです。で、ゼンマイとスポイトが入ってきて、それと何に行った？ここまでだった。はい。じゃあとりあえず一旦置いといて、まあ、こんな感じですやることね。で、まず来たら各項目が場所と時間とお天気、雲の量、気圧計計算をちょっと気をつけて、ちょっと外出て書けるとこ書いちゃってください。書けるとこ書いていきましょう。警戒地面の高さは 1.1 です。
種類。大体でいいですよ。まあ、いろんな雲あるんで。これが特に目に入るなと。気をつけます。何でもいいです。今日の空、やっぱこの雲が主役なんじゃないかと。風速計は最後なんでいいです。はい。じゃあこいつまず監視系のお話からいきますか。これ何するか分かります？温度湿度測る。温度はまあ読みいいんだよね。読みいいんですよ。どっち側読みます？2本ある。なんで2本あるの？どっちも一緒ですね。なんで2本あるんでしょうね。お、これ使ってどうします？これこうつけとって1本はつけて、1本はつけない。なるほど。つけない方が何を？気温ですね。だからまず右側は気温です。そのまま読んでください。でもう一個こっちがですね、なんでこの水を持ってきたのかって話なんですね。スポイトでこいつを鳴らしてください。それでゼンマイを巻きます。風がビューって言うので、そうどうなります？上がる。なんで上がります？濡らした状態で風が吹くとどうなります？汗かいてるね。うん、汗かいて風がふーってくるとどうなるんですか？うん、ずっとこれはどうなるんですか？温度が下がる。うん、下がるよね。で、何ですか？気圧はこれね。これ気圧だ。はい。これ温度ですね。これ濡らすと、濡らしたものを風が来ると下がる。これ何でしょう？線熱がどうなの？はぁはぁはぁ、なるほど。冷やされる。ってことはこれは下がってくるのか。周りの空気はじゃあなんだ、どれぐらい湿ってるかってことなんですけど、もし湿度 100% だったらどうなります？全くこれ2人とも同じですね。で、湿度 0% 完全に乾いてますって言ったら、まあ、どこまで行くんでしょうね。で、50% だったらどこまで行くんでしょうねって話なんです。だから、
ここの空気がどれぐらい湿ってるかに応じてこれがどれぐらい下がるかがきっと変わりそうじゃないですか、はい、っていうことをじゃあ実際見てみようよって話です。湿度ってこの空気の中にどれぐらいあと水蒸気が溶けれるかっていうことなんですけど、ここいくら濡らしても、でここにいくら風つけて吹かさしても、こっちが満席だったら来れないじゃないですか。で空いてる席があるからその分だけ蒸気。皆さんこっちの方でこの辺で。でそれが湿度だ。ね、あの気圧計は満席率、整備乗車だから、こっちに注意してあった。それをあとこの温度の差で温度をさ室内で測っても気象観測できないんで、まず濡らしましょう。でさっき前前巻いてくれましたけど。これあの5分ぐらいで緩くなってもちょいちょい巻き直してくださ、はい、じゃあ濡らして巻くで5分巻くでその間に気圧計を入れる。普通に気象観測で気圧だけ分かるんだったら別に屋内でもいいのであの安全に入る場所があると思います。で特に水平に置く必要がありますから安全に水平に置ける場所ね、はいはい、あると思います。十分なんです。真ん中に置くと、しっかり倒したということになるので、ここら辺にですね、その気圧計を出して、ちょうどこういう目覚まし時計をこう立てておくような感じで、あの出してもらって、で、あ、これ巻いてください。そうそうそう、そんな感じで置いてください。巻いてください。常に巻いてください。はい、はい、はい。限界まで巻いて。で、これからですね、気圧の値を読んでもらうんですけど、気圧計はね、高さがとても大事なので、気圧計のですね、地面からの高さを測っておきたいと思うんですけど、あの基準となる地面は今海水の高さの地面なんですよ。なのでここからまあこの辺は多分ねみんな同じ高さだと思うんだけど、ここから階段みたいに上がってますので、ね、その段階の高さをですね測っておいてください。メジャーで。で、何メートル上がってるか。75.0 メートルの地面から。何メートルぐらい上に上がっているかをメジャーで比較して、はい、この辺まで同じだと思っていいと思うので、この段の高さとそれからここの段の高さを測っています。ほんでどうですか、どんどん下がってます。多分ね 0.3 メートルか 0.4 メートルぐらいだと思うんですけど、どのぐらい下がりますかね、まあ、しばらく置いておきましょう。しばらく置いてる間に気圧計を読みます。これ読むだけです。黒い針を読むだけです、はい、ただ目線の高さ合わせてくださいね。19センチ、はい、0.14 全員読んでください。全員自分の目で読んでくださいね。まあ、多分 0.3 メートルか 0.4 メートルぐらいだと思います。まあでもあの、ユーザーは足りないよな。常に思ったよりどうだったかを考えてください。思ってたのとだいぶ近い、思ってたのよりだいぶ低い、思ってたのよりだいぶ高い。地面からの高さだから、あの 75.3 じゃなくて、この 75.0 メートルである地面からさ 0.3 メートルって言うんだから、これ 0.3 メートルで、住んだ人からね、気圧計を読んでくださいんですけど、あの、これね、金色の針が何なんですか？気圧計全員やりました。これ読まないで、青い方の針ね、黒っぽい方の針、こちらの方を読んでください。で、あの、有効数字、どうでかい人まで。だから、メモリは一メモリ1ヘクトパスカルで、ってありますけど、例えば、あの、まだまだ999.5 とかね。そまだこっちがね、時間が変えそうなんで。え、これ一人ずつ必ず気圧計、はい、あの、自分で気圧計を OK ですか。気圧ってどうやって測ったらいいのっていうことを考えて、0.1 まで読まないといけないから京都メモリの18が読むことになるので正確に、あの、読む、受けられる正確に。あとで、こいつが気圧だと、気圧する根拠はなんだけど、俺が気圧だと、それくらいしかないので、かなり気圧の根拠がない。多分こうやってやってんだろうな、なるほど、そうなったら、まあ、
それに応じて針が動きそうだと、まあ、そういう仕組みになってんだろう。やってみてるとするか。いやすごいな、どうですか。あ、そうそう、クレート。だから今多分ね、小田原の時は 99.8 とかね。どうだったかな、それくらいかもしれない。気圧を測るには水銀ね、あれ何センチだね、そんぐらいありましたね。どこまで来ておかしくない、これおかしいよ。760ミリにもないよ。違う方法で測ってるんだとすれば信じてもいいですけど、それしか方法がないんだったらこれおかしいですね。違う方法だとしたら何がですか。黄色いのは単なる目印なんで、例えば台風が来た時の最低気圧を測って、水銀は使わずに気圧を測ってください。気圧の標準の海面水では 1013.25 ぐらいなんですけど、ここは 75m ぐらいすごく高いからもっと下がるんですけど、その標準の海面水は上がるとか、それなら多分上がるとか。気圧って何ですか。じゃあですね、全員乗ってたかな。乗ってたらね、じゃあ、あの、気圧計を、ケースにして、空気がたくさんあれば、気圧が高くて、ちょっとしかなければ低いじゃないですか。どこを基準にします。いやいや、炎症。0メートル。0メートル高さですか。高さを基準にします。観察0メートルでも、空気がたくさんある場所とちょっとしかない場所があるかもよって話を前回したいと。どうしますか、基準になるのかって。風向き、うん、なんかこう流れる、うん、じゃあまず最初に風のことがいい。そうしないとこれが分からない。実はこれの中で風を吹かす。はい、新しい、はい、真空、おわ、真空を基準にしたらどうして測るの。真空って何ですか。うん、酸素もない、二酸化炭素もない、窒素もない。なんでしょうね、真空ってどういうこと。何気圧ですか。ゼロ気圧。ゼロを基準にしましょうか。体重計ってゼロを基準にしますね。あの水銀中だけ不思議なことに1気圧を基準にするんです。あれ760は1気圧ですよってやつですね。あれ1013ヘクトパスカルか、そこから上下するって感じなんですけど、ゼロが一番シンプルですね。体重計なんです。うまい。で、中が真空の何かを作るのはステップの問題です。ほんで下界と触れてる場所があって、それがどうなるとこう針が動くんですかね。そのなんだ、箱に触れてる膜みたいなものがあって、空気が重たい空気が乗るとこの膜はどうなるんですか。なんか真空、なんか真空、押し力ゼロ、外はなんか空気あったら力がある、重さの順番あると、このままどうなる。へこむじゃないですか。重い人が乗るとへこってなるんですよ。軽い人が乗るとへこってなるんですよ。べこべこの差が分かりやすいですね。でその体重計なんだったら、まあ、あ、こういう大きさで、この針読んで、気圧ですよって言われれば、まあ、なんか作れそうだなって感じがありますよね。760ないけど、まあ、こういう、これぐらいの大きさでなんかできそうだって話なんで。ちょっと、そういうことをいちいち考えてください。何でもいいんですけど、
どんな情報でもいいし、どんな速記でもいいし、あのどういう、まあ風なんて別にね見たまんまなんで、あのそんな考える必要ないですけど、なんか情報を受け取るときは、これなんでこれが本当に正しいと言ってんのか、誰かが言ったら正しい話じゃないんで、何でもかんでも信じないでしょ。はい、ちょっとなんでやるかって話を考えてください。じゃ あの気圧計はしまってください。こっちはそろそろすごいですかね。これね、あの風が、ゼンマイが弱ってくるとまた上がってきちゃうんで、ちょいちょい巻き直してください。さあ、こいつです。次に読むの、大体温度が落ち着いたなと思ったら読んでください。そして次、風測ります。本当なのかっていうのは、ずっと見てるのがまず確認しやすい一番最初の方法ですね。なんでなのかを理屈を考えると、あと実際の事実としてどうなのかっていうのをちゃんと見る。で、回数ずっと見てた人が勝つんですよね。理屈を結構いろいろ考える人より意外と、はい、ずっと見てください。上がったり下がったりするんですよ。ここだなっていうところで読んでくださいね。どうですか、もう落ち着いてます？動いてない、動いてない、動いてない。はい、じゃあ読みましょう。読んでいこう。はい、はい、どんどん読んでいこう。先週の授業の風景を YouTube にアップしてみたら、高校生が学芸大に行きたいって皆さん素晴らしい。高校の時こういう大学で何やってんのかとか見たくなかった。よく考えたら、なんで受験するのかって理由が何ですか。そもそもはなんで学芸大に受けたんですか。はい、教師になるっていうことを考えていたんですけど、じゃあ学芸だろうみたいな。なるほど。なんで学芸大に来たんですか。学力的な、自分の脚力はこんなもんかなっていう。そんな感じ。それ、どの段階行くんだろう。なんて言うの。はい、冬ぐらいの結果の後で、センターの結果を見ていくんですよ。なるほど。でもその中でも受けれる大学いろいろあったんですか。どっちかっていうと、環境系をやりたかった。ああ、なるほど。あ、やってそうな人がいるんじゃないか。それは佐藤先生のことじゃなくて、まあ、あんま調べてなくて、他にもいろいろ、学科としてそういうのがあるから。なるほど。じゃあ実際こういうことをやってるとか、まあ、まあ環境って何なんだろうね。なるほど。実際あんまり知らなかった。あんま知らなかった。で、自分と同じような高校生が1学年下にいるとして、何を教えてあげたら彼らは喜ぶの。うん、実
下のところをこういうことしましたよ。どう違うのできたの？いや、まあ、違ってやりたい。近くやりたかったの？近くの何がやりたの？近くか。マジで？マジで？マジだよね。合わせてくれ。いや、合わせてやる。人の何がやりたの？あ、人の、まず別居か。じゃあ、松田先輩の方に。あ、じゃあ松田先生がいるから学芸大に行ったの？いや、まあ、まあ、どうしよう。ここまでで、はい。けどあの先生なんか4年やってるけど、僕らが4年やってるやめるみたいで。あ、そうなんだ。そうか、別に台湾で研究室とか卒論とかまた変わってくるかなって。じゃあちょっと悩ましいですね。本当は何がやりたかったけど、ちょっと修正を十分なためにかもしれない。あ、じゃあ全員読みました？ OK ですか？はい、じゃあ OK です。しまっちゃいましょう。しまっちゃって OK、はい、持ちも担当の人が増えてますね。はい、おいったかも。これはこのシャー、まあ、シャーのままで OK です。片手でやるのは OK ですね。はい、8万円の扱いでお願いします。じゃあ最後数え測っていきましょう。こっちは？ああ、そうだ。ごめん、私はこっち来るね。こっち。あ、これ？首引っ込むようになった。なんかちょっと首硬くなっちゃったよ。大丈夫か？じゃあ風はですね、ちょっと風通しいいとこ出たいんですけど、ちょっと暑いんで先にこっちで説明だけしていきますね。まあ、この針を読みたいんですけど、最初に手でこのつまいの回してゼロに合わせる。合わせます。合わせたら動かないようにするのがこのストッパーです。でこれ持ったまんま取ってください。はい、でこの高さも風ということは、この高さの場所を測りたいんです。なんとかしたい、はい、なんとかしたかってください。なのでここまで全部ピッて腕を伸ばして、この状態でここまでの高さを測ってください。はい、最初にね。で測ったら30秒普通の気象庁とかでやってるのは10分間なんですけど、10分間ずっとこうやってるのは多分しんどいので30秒です。10分平均の風が普段は使われてるんですけど、30秒平均で、こうぐるぐるぐるっと回っていくとですね、ここの針が出て回るので、その答えが全員の答えです。風に関してはもう全員の答えがこれ一つなんです。でコンパスでまあ、フラフラしますけど、その30秒間大体どっち向いてましたという方位を決めてください。はい、はい、それで以上でございます。この1セットを屋上でもう1回やって、さあどれぐらい違うでしょうかという問題です。はい、じゃあちょっと風通しいいとこ行きましょうか。風も出てきたことですし、はい、とはいえ日陰がいいので、ね、この辺がいいですかね。いや、好きなとこ選んでくださいね。どこでもいいですよ。はい、日陰がいいよね。練習の様子見ていきたいって言った人いたんですか？そうです。あ、そっち車来た。お、来た。車来たね。
ちょっとレポート用紙が危ないね。あ、たまには来るよな、これな。高さは背高い人が測ってあげた方が楽です。はい、みんな OK ですか？高さ分かりました？記録しててくださいね。その瞬間でどんどん記録しててくださいね。後で書こうって思わない方がいい。はい、用意ドンでそのストッパーを外してください。はい、で30秒数えましょう。30秒数えてください。はい、用意ドン。間に合うさ、どんぐらいいきますかね。ちょうどふわっときましたね。いいな、風向は。なるほど、結構ブレますね。これ風速何メートルですかね。この程度で30秒 OK ですか？30秒終わり。はい。それではお答えをどうぞ。風向はじゃあ、風向を最初行こうか。南東。南東の風。はい、風速は？決めてください。いいよ、決めて。0.1。はい、まあほぼないですね。はい。先生、標高ってゼロでいいんですか？標高はテキストに書いてあります。はい、芸術館前は何メートルと。芸術館前海抜75メートルと書いてあります。はい、気をつけ忘れないね。あれ誰だっけ。大丈夫ね。89です。はい、 OK です。じゃあ屋上行って同じことやりましょう。はい、